君が眺めている水面は鮮やかにきらめき。これは小さな港町で運命的に出会った二人の奇跡の物語。何かあっても港さんと一緒だと助けてもらえそう。うん、ずっと助けるよ、必ず。先輩、なんか楽しそう。波に乗るんだいつまで助けてもらえるのかな。10年20年ひな子がおばあさんになってもずっとずっと。みなと！少しずつ色みなとがいた。何言ってんの。あの歌を歌ったらひな子みなと。歌えば水の中に出てきてくれるんだよね。俺はひな子と手をつなぐこともできない、抱きしめることも。私このままでいい、ずっと一緒にいてくれるでしょ。いい加減受け入れなよ。こんなこと言いたくないけど先輩はもういないんです。ひな子が消えちゃう。ひな子、俺の願いは、ひな子が望んでるのは君と波に乗れたら。